はいどうもこんにちは、菜々緒です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー。今日の不等式はこれですね。この不等式を示せというわけです。えー、AKBKCK が正実数の時に次の不等式を示せという証明問題ですね。まあレベル的に言ったら、まあ、えっと予選レベルではないかなと思うんですけど、 うんまあでも本線で、えー、とこれヘルダーの不等式と呼ばれるものの特別な場合なのでまあダイレクトに出ることはないかなと思いますね。で「えヘルダーの不等式って何?」っていう話になると思うんですけどまあ結構有名な、えー、不等式で関数解析とか、えー、やってる人はもう当然知って,るしな,きゃ知ってなきゃいけない、えー、有名な不等式なんですけどヘルダーの不等式というのがあります。 まあこれあの,、えっと、この形よりも積分の形の方が有名なんでむしろこの実数の形はうんあまり慣れてないよっていう人いるかもしれないですけど Pi の値が1になって、まあ、この場合 P1P2P3 が、えっと、3になってる時ですね。 で、これ i か1から3までの和で、えー、っと3分の1と3分の1と3分の1で1になっている時なんですね。で m=3 の時でまあこれ書き出してみると a 1の3乗たす a の3乗たす点の an の3乗かける b 1の3乗たす点の b。 えーと N、の3乗それから C 1の3乗足す cn の3乗が a1b1c1 足す a2b2c2 足すの anbncn の3乗以上であるっていう。 なんかその操縦兵器の加関係に似てますよ、ねまあ実際これ n が2の時には相加相乗平均の関係になるんですけど、まあ、それを一般化したものとも思えるわけですえっ、ー、とまあ証明はさすがに展開してやろうとすると,、えー、ともうほとんど不可能な感じがしますよねただこれ abc について同時式なんですよ、AI A BI それから CI について同時多項式なんですね。なのでもうこれえっとシグマの AI の値の3乗これ1としていいんですよ。まあ、これがえっとポイントだと思うんですけどこの値を1まあ B も C もなんですけどね、えー、っと全部1としちゃっていいんですよ。 つまりこれ n から bi の3乗も ci の3乗イコール1から3の ci の3乗も1としていいっていうのがポイントです。1としちゃったらこれ全部1になっちゃうじゃないですか。そしたらえっ、ー、と左辺1になって1小なり大なりイコールを示せっていう話になるわけです。でもそれでもいいんです。えっ、ー、と仮にまあこれ えー、AI についてこうちょっと考えてみますと,、えー、と AI のじゃ1じゃなかったらどうなんですかっつったらこれでも整実数になるのは確実なんですね。で正実数に対して、まあ、1でない数だったとしても K3 乗となる K は存在するわけです、えー。3乗根取ればいいわけですから K の値この値に対してこの値に対して3乗根を取ったものを K と置けばいい K の3乗これになるわけですから、えー、そうするとえっ、ー、とシグマの K イコール1から N までの、えー、K 分の AKAI というのの3乗は1になるわけですで今ここにある式の AI のところに全部 K 分の AI を代入するということです AI に対して K 分の AI を代入するとえっ、ー、と 全部その同時式なのでえっ、ー、とまあ全部 k, k 分の1が出てくるわけです k の3乗分の1が出てくるってことなんですねつまりえっ、ー、とシグマのえっ、ー、とまあ ki の k の ai の3乗あこれ外ですね3乗、まあ、i コール1から n まで とえー、シグマのこれは BI の3乗としときましょうか。それからシグマの、えー、i=1 から n までの CI の3乗としておきましょうか。でそれがダ、えー、イナリールここの部分は i=1 から n までのえっ、ー、と K 分の AIBICI になりますよね。それの3乗ですけども結局これ。 k の3乗が外に出せるじゃないですか K の3乗を外に出すことによってこの k 分の1ですね外に出すことによってあるいは、えー、とこの両辺を k の3乗倍すればいいんですよ。両辺を k の3乗倍すれば元の式ができるじゃないですかこれ中に入れて。元の不等式が成立するってことがここから証明できるんですよ。 でここは同じでここの部分も k=1 から n までの aibici の3乗ってことになって結局えっ、ー、と ai の3乗が k の3乗で1じゃなかったとしても1じゃなかったとしてもこの式が出てくるわけです。だから別に1にしようがしまいが関係ないんですよね。ということで全部これ仮定しちゃうわけです。 これを全部仮定してしててまうっていうっいところがポイントです同時式の時にはこんな仮定ができるってことを覚えておかないといけないんですね。はいじゃあ消しますね。はい、というわけで、えー、と結局示すべき不等式はどうなるかっていうと全部1なんで1以下。 であるってことととを示すすいうここになりますでこれ3乗ついていますけどえっ、ー、と AKBKCK の3乗が1以下ってことですけどこれ、えーとまあ、1乗が1以下と同じことですよねこれ正の数ですから。だから AKBKCK とが1以下ってことを示せばいいわけです。 AKBKCK っていうのはこれ、えー、相加操縦平均使えるんですよね。AKBKCK っていうのは正の数なので、えー、3分の AK の3乗たす BK の3乗たす CK の3乗という形で、えー、と不等号を、えー、作ることができます。これ相加操縦平均の n が3の時ですね。 まあ3乗根を取ったものが、えー、と A の AK の3乗根 BK の3乗根 CK の3乗根を取ったものがこれです。ってことはこれシグマを取ったらどうなるかっていうと K=1 コルから N までの AKABKCK シグマ取ったら当然これシグマがここに入ってきますよね。 でかあの和の順番変えればこれ3分のえー、とシグマの ak の3乗 k=1 から n までそれから順番変えれば bk の3乗の1から n までそれからシグマの k=1 から n までの ck の3乗となるけれどもこれ過程によって全部1なんですよ。 こここれれれもももだから3分の 1+1+1 でえと3分の3つまり1以下ということがえここの不等式が言えているということになるわけです。それで目的の不等式が証明されたというわけですね。これで証明が。 よろしいですかね。はいというわけで、えー、っとヘルダーの不等式まあこれもねいずれあの紹介をしたいと思いますしえー、っとまあ普通はねその関数空間のその関数解析におけるヘルダーの不等式ってった場合は積分でえー、っと まあ、ノルム空間を作った時の積分の方を表す方ですねをヘルドの組織って呼ぶことが多いかなと思いますし,しまあ初頭的な衣は、まあ、有名なんですけれどもんなかなか使えないですよね。あのここまでなんかちょっと複雑だと、えー、使い勝手が悪いというかまあ、えー、と知ってるかどうかっていうのはまあ使えるかどうかっていうことにあまりその、えー なんか影響しないというか覚えてもね使う機会がないっていうような不等式なんですねまあただ理,も理論を組み立てるのにやっぱり必要な不等式ではあるので、えー、重要な不等式であることは間違いないですまあそうね関数解析をやる分には、えっと、必要な不等式というふうにそういうような位置づけになってると思いますはいというわけで まあ特別にねこれ n=3 の時やっただけであんまり意味がないんですけれどもえっ、ー、とまあこういう問題もねえっ、ー、ともしかしたらその,そのままあるいはそのちょっと変えただけで出るかもしれないので紹介をさせていただきました、えー、今日の時間は以上ですご視聴ありがとうございました